はい、どうも、しめてぃぃでーす。りょうへいでーす。ひろとでーす。お願いします。お願いします。というわけで本日は、神奈川県秦野市に来ております。ここはね、久々に。久しぶりに。ってか、1ヶ月半ぶりかな。前回、加藤優さんの、サニーキャッチボールを紹介させていただきました。はい、女子野球塾ね。そこで秦野に行ったんですよ。で今回は、加藤優さんのご両親と、お兄さんが、やってます、はい。女子硬式野球チームの取材です。おー。はい、その名も。青少フューチャーさん、はい、はい、青少フューチャーさんね、横浜隼人高校に進学して、うん、この間ほら優勝したじゃないですか、ね、夏、うん、その時のキャプテンとタイムリーを打った選手がここ出身らしくて、すごくいいチームって聞いてますの で、はいはいはい、で今回はね、3年生が次の進路に向けてのことでちょっといないんですよね、うん、はい、なので今回は 1,2 年生が、主体ということで、はい、撮影をさせていただきますので、はいはい、やっていきましょう、はい。僕らができるのはね、やっぱりこう女子野球選手たちが頑張ってる姿をYouTube に上げて、はい、女子野球をすごい盛り上がってるよっていうのを伝えるためのチャンネルでもあると思うので、これからそうでありたいので、はいはい、いいところをたくさん映していきたいと思います、はい、それではやっていきましょう。ゴー。はい、ということで本日は青少フューチャーさんの魅力を伝えていきます。この日は午後から練習に参加させてもらいました。午後最初の練習は走塁&投内連携です。ちなみに青少フューチャーさん全部員は今いない3年生含めて21人となります。しっかりと全力疾走で走ってますね。いや、いいですね。これ各ランナーは回してやってるので、それぞれの塁のランナーの練習になるかなと。すごいいい練習ですね。はい、ここで遅くなりましたがご挨拶をさせてもらいました。一日よろしくお願いします。どうも、翔平 TV のひろとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、挨拶も済んだところでここからはノックをやっていきます。これ元気よくノックスタートしています。この日は3年生がいなかったりという理由で全員で内野のポジションノックをしています。これね、本当にみんな元気がいいんですよね。動きもいいですし、これね、みんなグローブが下から真下に下がっててね、基本がしっかりとできているので、基本に忠実にというチームになります。本当にみんな動きがいい。打球への入り方がすごい綺麗ですよね。左から右へというふうに、ファースト方面にしっかりと、体を動かしています。ファーストの選手もサードへノーバン送球。はい、次サードは前にダッシュで来ています。本当に声が途切れることなくずっと聞こえてますね。これボーイズチームとかと同じぐらい、やっぱ野球のチームって声聞こえますね。いや、いい。こういうのも本当に大人も見習ってほしいですね。はい、次もショートはセンターライン寄りの打球。ここで両兵も混ぜさせてもらいました。はい、ファースト送球で、はい、やらかす。見ないで、本当に、はい、これずっと大声で見ないでと言っています。みんな本当に送球まで綺麗ですもんね。はい、続いてまたファーストから、これすごいですよね。サードまでノーバン、しかも超タッチしやすい。指導者は10名以上いるということで、練習の環境もしっかりできています。ミスした動きの後もしっかりとしていますよね。で、その後のね、もう一丁もいいですよね。貪欲です。打球に、野球打球に貪欲です。そしてキャッチャーの動き素早い。本当にこれは、いや、教えてもらいたいですね。最後は声が出ているところから呼び込みの一本バック。そして両兵、これ無調だったら、普通だったらね、一番最後なんですけど、思わずラッキーって言っちゃいましたね。よくないな。はい、お次はシートバッティング。これはピッチャー3選手が投げて、打者が全員打つといったような感じですね。センター華麗なランニングキャッチ。守備も軽やかですよね。はい、これセカンドに転がった打球、しっかりとさばいてアウトに。ピッチャーの日向選手、綺麗なフォームで投げていますね。すごいね、華麗なフォーム、しっかりと上から投げ下ろすフォームでホイト。バッターは確か中学硬式のバットを使ってたんですけれども、十分重いじゃないですか。でもみんなしっかりと振り切っています。
いや、スイングが強い。これ華麗なバッティング、ショート、見たことあるなと思ったら、サニーキャッチボールのユイコーチも、まあ、OG なのでお手伝いに来ていました。続いてもユイコーチの元へ。これやっぱ先輩がね、こうやってお手伝いに来てくれると、まあ、本当にお手本が目の前にいるので、そういった環境もすごいですよね。これサード、これユイコーチと同じ、OG の方なんですけれども、まさかのエラーしてやべって言ってましたね。こういう明るい環境もいいですね。はい、そしてこれライト方向に引きつけて、いや逆方向に、いいバッティングですね。流し打ち綺麗ですね。ちょっとバッターの子が大谷選手の打撃フォームに似てる気がする。はい、これセカンドに。でね、この後聞いてほしいんですよ。選手の方からね、あのエラーした後も、声が出て、それだけで終わりにしないというのがいいところだなと。はい、続くピッチャーは小梅選手。ピッチャーたくさんいますね。小梅投手含めてみんな投げ方綺麗ですよね。はい、といいバッティング。これサードナイスキャッチ。いや、いいですね。動けてますよね、みんな。おお、超反応です。強烈なピッチャーライナーもナイス反応。はい、お次もピッチャーゴロ、丁寧に取ってファーストへ送球。いや、みんなすごいですね。体も動けてて。はい、これショートに飛んで、あ、ユイコーチ取れずに叫びましたね。やっぱこういうところで選手もすごいやりやすそうですよね。キャッチャーナイスブロック。公式のブロッキングってめちゃくちゃ怖いんですけれどもね。ガッツありますよね。いいプレーですね。はい、これもまたユイコーチの元へ。これね、ランナーも最後まで全速力でベースを駆け抜けています。そういったところも、まあ、少年野球で教わるところではあるとは思うんですけど、だんだんやらなくなってしまうのでね、そういったところをね、続けていけるっていうのはすごい、やっぱ指導者の方の指導がいいのかなと。で、これコーチ取れずに選手からセカンセカンと声がかかってましたね。3人目の投手はリオン選手になります。すごい笑顔がいいですね。お、外角にいいボール。ただこれを流して、ただファースト、あ、コーチか。もうこの打球、いい打球だったんですけどね。はい、これも逆方向へ打ってセカンド。足さばきいいですね。これ捕球から送球までの流れが本当に綺麗です。はい、これもセンター前抜けるかと思いきや、セカンドのナイスフィールディング。いいですね。今後の配信では一人一人に青少フューチャーのいいところを教えてもらっています。それも丸ごとまとめて1本で、はい。その他にもその日参加した選手の全員のグローブ紹介や、他にもね、選手参加型の企画などもやっています。青少フューチャーさんの各種リンクは概要欄よりチェックお願いいたします。まだまだ続きます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー。翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。